こんにちはチケッティングかから一夜明けたゆかです、えー、BTS のラスベガス公演のチケッティングを昨日行ったんですけれどもまあちょっと直後はいろいろ混乱しているし友達と一緒にやっていたので友達といろいろ情報整理したりしなきゃいけなくて直後にこの解説部分を取れなかったので今やってるんですがこの動画は一応チケットマスターの使い方いう というほど説明でできななななないいいかもしれないんんんすが、まあ、こんな感じなんだなっていうのを Army、えー、ーーの皆さんにお伝えしたくて、えー、とこれから初めて BTS のアメリカ公演でチケットマスターを使ってチケッティングする方もしくはやったことあるけどまた久しぶりにやるとねどんな感じだったかっていうのを思い出しておいた方が当日こう想定したステップを経てあの購入に行けると思うのでこれはね私のためでもあ、えー、自分の記憶のためにもこの動画をちょっと作って おります。少なくとも今回の PTD の LA とラスベガスの公演では w e v e r s e とチケットマスター両方にこう登録的なことをして VerifiedFun っていうのにまず応募してでその応募で通ったらあのコードが送られてくるんですよ。なのでそのコードをチケットマスターに入れてやっと購入の画面に行ける。 っていうようよなな流れになるので今から始まる動画は昨日の,あの私のニューヨーク現地時間の午後6時からの動画になってるんですが6時の30分前にチケットマスターの画面が、まあ、オープンみたいな感じになってそして6時に6時に一応販売開始ってなっていたらその時間にランダムにみんながバッて振り分けられてそのもう順番に入っていけるみたいなその購入の 画面にに入っってていいけるっていう仕組みになっていますなので人によって入れるタイミングが全く違います私は今回1時間半ぐらい待ってもう一回並び直さなきゃいけなかったので、まあ、合計2時間ぐらい <laughs> かかりましたなので Army ーーの皆さんは、まあ、2時間か2時間半もう最悪3時間ぐらいはちょっと時間ブロックしてそれぐらいかかるもんだと思っておいていただいた方が <laughs> いいと思いますそんな感じで、えー、今日はこう解説しつつね やっていきたいんですけれどもまずね一番最初に入ったらほとんどの方は2000プラスになると思いますここでねもう心臓バクバクで手汗だらだらで大変なことになっていると思いますがここですぐに入れるとは限らないのでまあ安心してください <laughs> こ,こが長いんだよな精神的にも <laughs> おめでとう花ちゃん私の友達が20分ぐらいのところで入れてフロア席を取ることができましたでもなんやかんやねこの時はまだ 決まってないんですけど結果的に私もその席をちょっと譲っていただくことになってこのフロアに行けることになってしかも私の誕生日なんですよなので誕生日にフロアで見れるということで本当に本当に感謝しかないんですがこの時点で1人2枚取れました49分目にしてプラスを抜けましたぞあーここからが本番じゃまだ席残ってんのかなああ

クルクルしててますセプト入れて私がこの購入画面に入れたのはもう開始から55分後この時点でもうフロアはほぼなくて2席だけ一瞬残ってたけどもうすぐに消えてしまいましたもうみるみるね青がなくなっていくから結構焦るんですがこのあと悲劇が起きますあーダメだあーダメだああ 取取られる取られれるるだ,ダメだあ購入失敗しすぎてなのか一度購入画面から放り出されてしまいました。 で放り出されてしまってもう一度2000プラスから並び直さなきゃいけなくなってしまってここでもう私の心はかなり折れております <laughs> でもまあ友達とね一緒にやっているから友達が2枚ずつとか取ってってくれているのであの席がないということはねこの時点ではほぼないかなっていうふうになっていたんですがそんな感じでやっていましたで2回目に入れたのが 開始から1時間43分後ぐらいなので、まあ、相当待ちましたよ、これで待って、入れて、一応ね、ここで買うことができました、この時点ではね、もうほぼ300台、400台しか残っていなかったので、300で4枚並びの席を一応買いました、後々、これ、結局いらなくなったんですが、アーミーコミュニティの中ですぐ欲しいですって言ってくれた人がいたのですぐに譲ることができました。 行けるかなくるくる中おちったか行けたかなくるくる中です OK、えー、ーー来たということでねもうめっちゃチケッティング本当に大変なんですが頑張って通らないといけない道なので仕方ないんですが少しでも皆さんの 心の準備とかやり方の準備とかになればいいなと思いまして作ってみました顔がやばいことになってる部分がありますが <laughs> ご容赦ください最近ねツイッターでコミュニティ機能というのが使えるようになって一応なんかアーミーコミュニティというものを作ってみたので概要欄にリンク貼っておくのでツイッターやってるアーミーの方はぜひぜひ 入ってみてみください今はね、こうチケッティング情報とかやったりとかしてますけど、まあ普段は多分、面白投稿とかシェアしたりするのかな、よく分かんないけど、アーミーしかいないタイムラインで話せるっていうので、結構なんか、安心安全な感じで、楽しくやっていければなと思うので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。このののラススベガスへの旅とか Vlog ししたりしますので ぜひぜひそちらもフォローしていただければと思います。あとね、BTS 関連のポッドキャストもやってますので、もしそちらもチェックしてない方は、概要欄のリンクでお願いします。あとこのチャンネルは一応 BTS だけではないので、メインはテック系なんですけど、たまに BTS 関係の動画がちらほら入ってきたりするチャンネルです。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ボラヘ